こんにちは、まいむいな。本日もよろしくお願いします。今日はですね、なんと、なんとみんな大好き、私も大好き、あの韓国ファッション専門店高速ターミナルさんが鶴橋、梅田に続いて京都店をオープンされました。イエーイ、拍手ということで、今私京都に来てるんですけれども、早速道案内の方からやっていきたいと思います。それじゃあ行ってみよう。この後ろが高島屋の入り口になるんですけど、周りの景色こんな感じでございます。こう斜め向くと、ここがディズニーストアで、でこっちが京都、何やったっけ、なんかエディオンとか書いてある丸い、丸いのはずです。今日は娘も一緒です。もうあとは道なりにずっとまっすぐです。H&M で左オーパーになります。はい、ここです、到着です。高速ターミナル京都店になります。え、めっちゃ可愛くない、うん、場所さ、言っていい、場所めっちゃ良くない、うん、はい、じゃあ入り口から早速撮っていきたいと思います。入り口にはこういったハングルの紙袋がたくさんあります。めちゃめちゃ可愛いです。ほんまにカラーもいろんなパターン置いてあって、ほら見て、カムサンダーとかシンプルなものから、ちょっとこういった、なんていうの、デザイン性のあるファンシーな感じのもあります。はい、冬の必需品、マフラー、マフラー、これ可愛いよな、これ可愛い。で、このマフラーで1650円、値段は分かる範囲でお伝えしていきます。で、これが私韓国旅行でほんまによく見かけたバッグでございます。多分ほんまにトレンド、このバッグは。これが1870円。はい、そして高速ターミナルといえば、この圧巻のアクセサリーの数々でございます。とりあえずお店一周がこんな感じなんです。これ色変わるんかな、これ可愛い、ママこれの指輪持ってた、で、これのネックレスあんねや、え、これ可愛くない、すごいカラフル。この辺はシュシュ、カチューシャなどです。クリップな、ヘアクリップ、いい、娘が好きやな、ヘアクリップ、私が好きなやつや。これもお前全く一緒じゃない、全く一緒、これ毛量多くて髪の毛長い私でも全然壊れへんから、すごいキラキラ。これで880円、かわいい、かわいいな。これだ、カチューシャとかもあります。カチューシャかわいい、カチューシャかわいいよな。シールありがイヤリングで、シールなしがピアスです。これで見つけやすくなるね。これかわいいよな、蝶々ついてる、めっちゃキラキラ。この辺はだからピアス、ほとんどがピアスやな。でもママほら開いてへんからさ、こうやってイヤリングがあるのはありがたいかな。そうそう、あ、この辺が本ならイヤリング、これつけたらどう、ギラ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 。こん
な感じでたくさんあります。で値段も880円とか660円880円なんでリーズナブルなお値段で揃っております。ここはかなりしっかりめのカウンターです。かっこよく決まっちゃう。こんな着こなせる人かっこいいよな、ごめん、きれいめやな、だいぶきれいめやな。ここら辺ちょっとかわいい、こんな好き、かわいらしい。こういうので4950円。派手派手やな。でもかわいくない、きれいめ、キラキラ。こんな感じです。ここロングコート、ロングコートでも7920円。お手頃価格怪しい、なんかあれみたい、通販の人みたい。お手頃価格、お手頃価格。こことかも色あって、春とかにも行けたら、寒い春の日とか春行けるな、全然。あ、私絶対これ好き。うわー、これ好き。もこもこや。7700円。触り心地はどうですか。ちょっと待って、触り心地めっちゃいい。もっこもこ見て、あれミニとロング、いいやん、ショート丈ロング、だいぶイメージ変わるよな。でもママはチビやからこっちかな、こっちかな。これちなみにショートで、ショート丈が5940円でロング丈が7700円。両方欲しいな、両方欲しい。大人がいい、大人がいい。あ、こっちも色地のベージュもあります。どっちも可愛いね。どっちも可愛い、どっちも可愛い。こんな感じでございます。もっこもこ系も女子が好きなもふもふあります。こんな感じで、これも可愛いな。ちゃんとさ、ほら絞り口、キュッてキュッてキュッて。ママそういうの弱いね、色地買っちゃう、買っちゃう。キャスケかわいいな。なあ、ちょっと待って、ママこれ韓国で全く同じの買った。値段、値段見るの怖い、値段。私が韓国で買った時よりも安いです。皆様ぜひ高速ターミナルでゲットくださいませ。見た？地下もあります。今で1階、次、地下にも商品たくさんあるのでチェックしに行きたいと思います。後半、レッツゴー！広すぎる。広すぎる。広すぎてやばい。レジが、あ、レジが地下やんな。ちょっと待って、雑貨置いてあんねんけど。すごい。で、フィッティングが2部屋あります。雑貨やばすぎる、かわいい。あ、それかわいいな。すごい、これかわいいな。今までの鶴橋店、梅田店になかった雑貨がいっぱい置いてあります。これテンション上がんな。いっぱい。でも韓国行かんでいいやん。この辺は割とスポーティーな感じやな。ストリートとかそっち系の系統に好きそうやな。ママ好きやな。パーカー好き。その顔いつも見てるやつや。いつも見てるやつや。パーカーとかで3190円とか、こういったモコモコのもので3300円。モコモコ、モコモコ系。そんな好きな人多いんじゃない、モコモコで。モコモコ
感じ。あったかそうやな。これめっちゃあったかそう。じゃん。絵の一種。この辺もシンプルなトレーナーやな。こっちた方がいい？かわいいワンちゃん。ワンちゃんとか。この辺はいけそうな感じするよな。結構大きいサイズかな。うん。フードなしやな、ここは、うん、で、ボトムス、デニム、いろいろあります。ダメージ、うん、嘘ついてます。殿足長い人に、足長い人におすすめです。かわいらしい、このショート丈の。うわ、好きそう、好きそう。なんかこれの半袖バージョン持ってたよな。高速ターミナルさ、夏編できひんかってんやんか、うん、季節が飛んで、じゃ夏編ちゃう、秋編ができひんくって、一気に冬に飛んだから、ほんまに初めて見る商品ばっかり、うんうん、ニューアライバル、スイードかわいい、スイードこれかわいいな。ボタンのところがパールインだったり、パール、3520円。今出てるのはこのカラー3色です。ホワイト、ベージュ、ブラックです。じゃあこの辺もどんちゃうよ。服の雰囲気が分かればいいかなと思います。ピスタチオの色してる。ピスタチオすごいね、 V のブラウスと合わせた可愛い。ああ、なるほどな。すごいデザイン特徴的じゃない、ほんまに。すごい。上は V で、下は X ニットです。 X ニットなん、どうやって着るのこれ、わからない。すごい、一番でしたもんね。うわ、これ可愛い。レザー風、レザー風、レザー風、メイクレザー、これが合わせやすい。これ一枚あると便利かも。結構こう若い子はこういうメイクの方がいいかな。最近なんかもうママたちになってくると、こっちの方がもう安心する。モフモフ、すごいね。襟もモフモフや。上が暖かそうや。すごいモフモフゾーン、すごいモフモフ、すごいな。京都店さ、めっちゃ見やすいな。見やすいな。そのなんか生地ごとに分けてあるっていうか。そうそう、見やすい。なんかジャンル分けしてあるからめっちゃ見やすい。ここまたベイクレザーのスカート、ほんまブリーツやな。へえ。黒もある。すごい、形変わるとまた雰囲気変わるね。なんちょっと何これ、え、かわいすぎる。しかもここパールで大きさも違う。すごい大きい。これさ、多分あれやね、男の人、買い物に付き合う男の人、なんかサウナみたいな。これサウナの段、こうやって休憩するスペース、うん、なんならここフォトスポットにもなるやん、うん、ここで、あ、ほんまや、こんな感じで、ここもカバンもフォトスポット。こんな好きなんじゃない？ほら、あもう今流行り、今流行り、冬も綺麗。しかもニットワンピやから結構大人めな、ワンピ、うん、大人めな服装でも。あ、でもそうか。いや無理や、ママ無理や。若い子たちをこれを着るのだ。可愛い。これはね、3300円。男性の服とかでもいけそうやけど。可愛い。可愛い。あ、これまたちょっとほら、胸元のデザインが違う。え、これ何？下？え？首？え？じゃないの？かな？どうなの？腰？腹巻き？胸ちゃうの？あ、胸？でも腹巻きかな？わからんわからん。腹巻きか、あのネックウォーマーのものか。え、わからんわからん。わからんわからんわからん。着方はあなた次第です。すごいね、ベルトの
この派手派手なんかすごいな。ゴテゴテやな。ゴテゴテギラギラ。ゴテギラゴテギラ。ゴテギラゴテギラ。細いのから太いのまで揃っております。うん。これ可愛いな。すごい色とりどり。これあったかそう、ほんまに。これさ、お友達と色地とかできてもかわいい。かわいい。ユニバとかで着てたし、あと冬ってどうしても暗くなりがちやから。あんた、ええこと言うな。ええこと言う、ええこと言うな。それ大事大事。これでなんか単語できるんかな。単語はでき、単語はできんか。ママ絶対好きや。だって色が可愛い。可愛い。このコーナーやばい。ここら辺な、可愛い。いい感じ。あかん、こっから動けん。ほら、ほら来た。ほら来た。色地すごい。色地すごいな。うん。こっちもいいし。うん。こっちも。いい感じ。いやこれが、おいくら万円でしょうか。100万円。2970円でございます。うわすごい、ここやばい。ここのコーナーやばいよ。動けない、動けないよ。はい、また表地が行きました。この辺は結構インパクトあるから、あんまり見やん色あんまないよな。うん、バケハの形からキャスケットもあるし、ニット帽もあるし、一通りの帽子が揃ってるっていう感じです。あのキャスケット持ってる。高速ターミナルさん京都店、店内一周行ってまいりました。とにかくもう立地がすごくよくって、京都のど真ん中にあって、誰でも見つけて入りやすいお店となっております。店内も広くて、なんと地下まであります。でアイテムごとに商品並べられているので、もうとにかく見やすいです。今までに鶴橋店、梅田店にはなかった韓国雑貨も置いてあるのが新しくなってるなっていうのがありましたので、ぜひ京都来られたら高速ターミナル京都店いらしてみてください。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。